さだと申します。池田と申します。今そのカンボジアに行かれた経緯と今されてる活動の紹介みたいなしていただいてもよろしいですか？そうですね、はい、一番最初は大学を卒業して青年海外協力隊でカンボジアに行ったんですね、はい、その時は音楽隊員で、はい、カンボジアにある音楽学校、はい、公立の芸術大学の中に音楽学校があるんですけど、はい、そこにね、あの声楽の先生として行ったのが、16年前、はい、で協力隊員は大体 2,3 年なんですけど、はい、私も2年の任期を終えて、うん、でその後もやっぱりカンボジアに何か関われないかなと思ってたので、うん、はい、最初の自分の中でのカンボジアの体験っていうのがやっぱりその音楽を取り巻く人たちがいかにその苦労してて、はい、うまくいってないかっていうのを見てきてたので、うん、はい、何か私も自分のね専門性を使って役に立てないかなと思って、はい、もうずっと来てて、ああ、そうなんですね、はい、それでね、はい、実はあの40億円のためのビジネスアイデアコンテストに、はい、音楽教室を出しました、賞をいただきました、はい、それであの家族の OK も出て、はい、ようやく去年ですね、あ、はい、10月に音楽教室をカンボジアで、はい、オープンさせて、はい、はい、今カンボジアはカンボジアはっていうか多分世界的にあんまりグループレッスンってないと思うんですけど、音楽の、はい、だけど日本の場合、うん、いろんなね大きい企業さんがグループで楽しい音楽クラスを提供するのって結構たけてると思うんですね。そうですよね。例えば本当に高教育で音楽の授業って考えても、はい、あんな風にあの音楽の授業をね真面目に高教育で提供できるってそんなに国多くないんじゃないかなと思って。あ、そうなんですか。はい、でそういう意味では私は日本人だし音楽教育専門だし、はい、その集団にね音楽教育がね、うん、ある一定水準以上で与えるってことが私はもしかしたらできるかもしれない、しかも現地語でね、はい、できる可能性が高いので、そこには私は価値が自分でね自分の価値が出せるかなというのは、はい、今ちょうどまだチャレンジしてるところ。始めてみたらやっぱりそのグループで音楽教育受けるっていうのはみんながピンとこないから、それなんですかみたいな感じだったんですけど、音楽を習うって言ったらもう楽器を習うことだったので、あ、いわゆるそのピアノの練習とか、はい、ギターの練習バイオリンの練習っていうのは先生が一人いて楽器が一個あって、はい、生徒が一人いるっていうのが皆さんがイメージするものだったみたい で、うん、集団で日本の公立でやってるような音楽の授業とか、うん、はい、あのまあ皆さんがね、ヤマハとかカワイで習ってるような、あのイメージを持ってもらえないんですよ、見たことないから。あ、そうなんですね。しょうがないですね。音楽の授業って言ったらそういうイメージしかないですけど。そうそうそう、そうですよね、はい、楽器が10個あって、はい、がそうみたいなのが、イメージがないみたいな。木琴の子とかピアノの子とか、それぞれ行って合わせるって感じですね。合わせて楽しいみたいなね、はいはい、シンプルだけど、なんかみんなで、はい、あと合唱ね、はい、なんかもう結構合唱コンクールとかもあるよ、うん、ありますか、ね、絶対あるじゃないですか、はい、でもそれがないんですよ。へえ。でも、はい、例えばキーボードが10台あって10人の人が一緒にね、うん、音楽学ぶとかはねあってもいいかなと思って、はい、今はそれを地道に広めてるとか。それってカンボジアの方どうですか、面白いっていうふうにおっしゃってくださる方が多いっていう時間ですか。今一応始めて最初の子は何のことか分かんなくて、はい、その学校に訪問来てくれた人も分かんない本を書いちゃってたんですけど、はい、それともね最近はやっと少しずつてあのそれが気に入ってきてくれる人っていうのが少しずつ、あの例えばお母さんの言い方で言うと、はい、うちの子はピアノが好きだって言うんだけど、はい、じゃあプライベートレッスン他の学校でね習わしてみたら、はい、結局その毎週毎週通うのがしんどいと、でもそれ日本人のお子さんも一緒じゃないですか、はいはいはい、だけどうちの音楽教室でグループレッスンすることで、はい、お友達と毎週会って遊んでるみたいな中で、はい、その指の使い方だとか、はい、楽譜の読み方だとかを、ね、40分とか1時間勉強すると、はい、そうすると毎週ね行きたがるっていうんですよ。私はありがとうありがとうっていう、嬉しいですね、うん、そこが私のやっぱり望むところだし、はい、その別にプロになるために一対一で考えないってやりたいんじゃなくって、はいはい、それはもうね今すでにカンボジアにもね、うん、ある一定量の先生がいらっしゃるし、はい、そのレベルが低いと言って嘆いててももうしょうがないので、うん、はい、底上げの意味で音楽人口を増やせたらいいなと思って、そうするにはやっぱりグループレッスンが必要だし、はい、ある一定の水準のねレッスンが提供できればいいなと思います。みんなでやる音楽ってカンボジアの音楽だ、伝統音楽とかだったりするんですか？そ
こはね結構面白くて、はい、私はカンボジアの伝統音楽の方が馴染みがいいだろうと思って、はい、ビジネスアイデアコンテストの段階では、はい、カンボジアでな流行歌をね流しますとか言ったんですけど、はい、そうですね、はい、意外と来てくれるお子さんたちって自分で YouTube とか情報を取ってて、そのカンボジアでテレビで流れてる、ラジオで流れてる、それからお寺で流れてる音楽にあんまりね、その演奏したいっていう気持ちを持たないみたいな、モチベーション持たなくて、逆にあの誰もその演奏できないその世界でのヒットソングとか、そういうのを弾けるようになりたいとか、なんだろう、テイラー・スウィフトだったりそういうことだったことを思うんですけど、私がこう聞いたこともないような、まあちょっと多いのは実は韓国の歌手たち、K-POP、やっぱアジアで人気ですよね、K-POPその YouTube のリンクを送られてきて、はい、これを歌えるようになりたいんですけど、教えてくれませんかとか言って、韓国語ですよね、でも、うん、で私もそうそう、韓国語は教えられないんだけど、はい、って言ったら、大丈夫、私は韓国語は大丈夫なんだけど、うん、歌が歌えないからって言ったら、じゃあ、じゃあとか言って、レッスンつけたりとか、そういうことが起きてて、はい、なので、その、あ、そっか、必ずしもカンボジアの旋律、カンボジアの歌っていうことでもないんだなっていうのは、今、実際に回してみての体感。今日のインタビューはアイシネットカンボジアの池田久子さんでした。ありがとうございました。